菊池仁介選手より皆さんにご挨拶を申し上げます。すみません、もう大事です。まず的にこのような素晴らしいセレブを準備してくれたクラブ感謝したいと思います。ありがとうございました。15年間サッカー選手としてプレーすることができましたが、パートナー企業の皆様、レルフの友達、もうミアルティージャー、川崎フロンターレとクラブ関係者の皆様、ファン、サポーターの皆様、チームメイトの皆様、本当にありがとうございました。まだまだプレーできる気持ちもありますが、肉体的にも体力的にも厳しく、自分も頭の中でできるプレーと実際できるプレーとで差が生まれてきたのもあり、引退をする決断をしました。最初のプロに入っていたのは周りのレベルの高さに挑戦で、まさか自分がここまでサッカー選手としてプレーできるとは想像していませんでした。ここまでプレーすることができたのも決して僕一人につながる中で、本当にたくさんの人たちに支えられて助けられてここまで頑張りました。幼稚園から始めたからこれまで僕に関わっていた全ての皆様に感謝したいと思います。本当にありがとうございました。だからやっぱり一番近くで伝えられるのが家族に感謝したいと思います。このままお借りしまして家族に感謝したいと思います。伝えさせてください。試合で出るのは常にお父さんの方で、いつも明るい人に優しかった子供たち、二人の存在がいつもお父さんの力になりました。山口に一つもらった時、本当は最大の思いだった形に我慢して、お父さんが一緒に来てくれていたもの、本当に嬉しかったし、本当にありがとう。そして学生の時から一番近くに連れてもらった妻の愛、人が不幸なことも常に越えていて、前向きな愛のところには本当に助けられたし、時に厳しく支えてくれて本当にありがとう。愛には大変よく思いましたし、不安な気持ちにもありましたと思うけど、愛のおかげでここまで頑張ることができました。本当にありがとう。
15年間のプロ生活でした。これから私も感謝して気持ちをさせずに自分らしく頑張っていきたいと思います。15年間本当にありがとうございました。ここでゲストがご来場されます。川崎フロンターレ同時入団され共にご活躍されました横山智子さん、田坂祐介様です。それでは塚本大使様より菊池選手へメッセージをお願いいたします。まずはじめに、ルヴァンやハンドチェンの巨匠の皆様は本日はこのような素晴らしいセレモニーにお招きいただきまして本当にありがとうございます。何でも泣きちゃうから聞く、本当に15年から現役生活のお疲れ様でした。今日大宮ベルギーの大宮最初新参加のクラブの無理を言って嘘させていただきました。それぐらい菊池の存在が僕の人生において本当に大きな存在でした。高校2年生からクラスを大学2年から学部の大人を一緒にしてた。本当大学2年からに近いことを思って思い返せば毎週に一緒にいたなというふうに思います。本当に一緒にいてくれていて一緒という存在がそばにいてくれることは本当に心強くあります。2010年に自分が入社した際に
本当にすぐに先生に向かって背中を押してくれました。川崎フロンターレの皆様やファンサポーターの皆様、また選手の皆様を聞き込んで僕に送ってくれた激励のメッセージは、本当にこれから手術に関しての背中を本当に清掃してしまいました。2012年にクラブのアンバサダーに、また同時に菊池が大宮からオファーを受けて、電話をくれて大使に2度も来てくれて、今までどうも言われた時は本当に僕もそれは嬉しかったし、学生時代一緒に戦った仲間が2度もつけて大宮RPG で戦えるっていうことは本当に嬉しかったです。それから約8年間大宮RPGさんがキャプテンとしてチームを引っ張っててくれて、本当に勇気を持ちました。決して上手い選手でもないと思うし、足の速い選手にはぶち抜かれたりそういうこともありましたけど、本当にその投手を向き出しに、前面に出してプレーする姿、最後まで諦めない姿に本当にたくさんたくさんの勇気をもらいました。本当に菊池になかったら僕は病気に乗り越えることもできなかったし、本当に今の写真はなかったと思います。本当にありがとう。大使が復帰するまでピッチで2番をつけて待ってるという約束、自分もちょっと果たせなくて申し訳ないなと思うんだけど、これからまた同じフィールドで一緒に戦える日を楽しみにしています。高校3年間、4年間、宮城県の8年間、そして、サッカー選手としての15年間、本当に疲れさまでした。ありがとう。ありがとう。背番号2、菊池剛介。